無理数とかっていうのを有理数に変えたい。はぁと。今まで習った知識を総動員してですね、どうやって解くのか。学びをエンタメに。どうも、草野先生です。さあ、今回は高1でも解ける、兄弟入試2023。さあ、こちら、分母を有理化せよという問題。まあ、今の高校1年生なら、まあ、数位のね、まあ、式と証明、まあ、あのあたりもやっていると思います。さあ、その中で、京都大学の文系で、この問題が出ました。もちろん、京都大学って、こういった、まあ、問題のレベルがただ並んでるっていうよりは、これ解きやすい方です。ただ、何度も言いますよ。解きやすいんだけれども、そういった京都大学や東大、東工大っていうのを、高1とか高2の時点で解けたよっていう感覚をつけてほしい。今まで習った知識を総動員してですね、どうやって解くのか、それを一緒に頭を考えながら、頭をフル回転させながらね、早速やってみましょう。かなり面白いと思います。それでは二通りのやり方でやっていきましょう。レッツゴー。今回解法1と解法2と考えてます。まずパスラボの動画、この別解数学というのをご存知でしょうか。一つの問題から無数の学びを得る、これがパスラボのコンセプト。今回もですね、ただ普通に、ね、解けばいい、それは確かに入試もそうです。でもしっかりと数学を学びに消化するのであれば、いろんな解法視点で見てみましょう。これが数学の面白いところですか。じゃあ今回解法1と書いてあるその前に、はい、定義です。そもそも有理化って何ですか。あとは三乗根、今回出てきてますけど、どういうことですかというところを少し復習していきましょう。はい、まず有理化、これ有理化って何ですか。はい、有利って書いてますけれども、有利に変える、何を、有利って何、有利数ですよね。有利数に変える、何を有利数に変えるのかっていうと、はい、ルート、無理数ですよね。無理数とかっていうのを有利数に変えたい、はぁという人いますけれども、じゃあこの定義がよくわかんないっていう人は、実際の問題例で見てみましょう。今まで有利化せよってこんな問題じゃなかったですか。こんなのあって、これを有利化せよって言ったら、例えば今まではもしかしたら何も考えずに、はい、こうやってたかもしれない。これは何が有理化かっていうと、はい、分母。分母にルートが入ってるんだけれども、この因数分解です。ルートを消す因数分解をしてます。ルートを消す因数分解をすることで、分母が、分母にルートがない状態になる。有理化いきますよ。ルートを有理数に変えるんだけれども、この手段として何をしたかっていうと、はい、ルートを消す因数分解をしましたよね。ルートを消す因数分解、今回ルート、ただのルートを消すために何をしたかっていうと、はい、2乗です。はい、2乗って何だったかっていうと、これですよね。ここが2乗、つまり何かこの引き算の部分をかけることによってルートは消える。ルートが消えるっていうのは因数分解によって2乗を作れたからなんですよね。これをちゃんと自分で言語化してくださいね。今まで高校1年生も最初にこんな習ったと思います。神経模試にね、当たり前に出てきましたけれども、改めて有理化って何だろうと、最初じゃなくていいですよ。けれども改めてこう振り返った時に、復習した時に、こういうことを自分で考えてみる。Enjoy。 じゃあ今回三乗根って何ですか、三乗根の有理数って何ですか、有理化って何ですか、そう言われたら因数分解の形で三乗の形を作りたいんですよね。因数分解で三乗を作りたい、つまり三乗根の場合はここからどう考えるかっていうと、因数分解で三乗を作るとあります。さあ思い出してください、今までどんな因数分解ありましたか。例えば、はい、A 三乗、足す B 三乗、これは、まあ、こんな感じです。まあ、この引き算もそうですよね。引き算だった場合もそうです。あと他に何かありませんか。あと他に、今回3つありますけれども、あと他に、ここは一旦分からなく人もいると思いますが、解法1はここで取ります。解法2のところで、ある皆さんが忘れがちな因数分解、必ず高校1年生習ってます。青チャート、フォーカスゴールド、おそらく重要例題かもしれない、ちょっと星が多いやつ思い出してください。いい因数分解の復習になりますよ。今回、じゃあまず解法1。まあ、この三乗を何か作りたいってなった時に、一旦ね、まあ、そこちょっと置いといて、まずこの、どうしてもね、3の三乗根っていうのがややこしいので、これを例えば t とでも置きましょう。t と置くと、まずは様式。どうなるかっていうと、こうなる。ここで手止まる人多いと思いますよ。何したらいいか分かんない。はい、そうなった時に、一旦いろいろ実験しましょう。で、まずこれっていうのは、はい、t3 乗が3ですよね。t3 乗の形をどっかで作りたいわけ。で、本当はね、ここに何かをかけたら3乗ができたってしたいんですけれども、どうしてもこの形ではまあなさそう。なったら、どうします？ t3 乗を作りたい。はい、ここ。まず、t をかけてあげましょう。これは t3 乗を3っていうのをできるだけ使えないから。だって使わないと済まないから。じゃあそう考えると、はい、この部分が3、6になりますから、こうなった。あれ？あ、これ勝手に因数分解できるわと。なるわけです。因数分解できるし、何がいいかっていうと、今まではこの3つの、まあ、足し算だったんですけれども、2つの足し算になりましたよね。さあ来ました。ここで大事なのは何かっていうと、有理化したいんでしょ？ 3 乗作りたいんでしょ？どうやったらこれ3乗作れるんですか？今、この形になりましたよ。2つの形。3乗を作るためには、何をかけなきゃいけないの？ 2 乗の時だったらこれだったよね。3乗の時は、これをかけなきゃいけないの。これを自分で思いつけるかどうかです。ただそれは適当に考えるんじゃなくて、因数分解で3乗を作るんだ。これが大事だったわけ。もっと言うと、
ゃあ具体から抽象化してもいいんですよ。ユーリカっていうのはこういうことをした、何にしたっけっていうのはルートを消すため、ルートを消すって何かっていうと因数分解で2乗作った、3乗項の場合3乗作ればいい。じゃあ今回3乗を作りたいんだったら t たす2に対しては何をかけなきゃいけないの、これ。はい、つまりちょっとびっくりするかもしれませんけれども、これは全て3乗作るためです。はい、つまり上はどうなるかっていうと、はい、こうなりますよね。したらまず下いきますよ。はい、ここが t3 乗足す8になります。はい、ここが t3 乗足す27になる。さあ t3 乗っていうのは3でした。はい、ここは11、そして30になる。はい、 11×30、 そしてここが55。はい、なんで55かね、よく見えなかったと思うんですけど、これが6になった。つまりちょっとこれ解法2と書いてますけど、一旦これちょっとずらしましょう。続きを上に書くと、はい、よしきは、はい、こうなりました。ただ t3 乗イコール3ってことはもうそれ3次式以上が出そうですから、ちゃんと展開してあげましょう。はい、展開するんですが、これね結構僕大事だと思うので、こうやって書きましょう。このこっち側の展開を、はい、まず t4 乗は1です。はい、次はマイナス39、次マイナス 2×16 マイナス18、次が4マイナス22、36、これ計算の工夫ね。こういうところに計算の工夫隠れてますから、パスラボの動画ってやっぱり計算過程、まあミスしたとしてもねちゃんと説明しますけれども、こういった計算過程のこういうところを学んでくださいね、盗んでください。はい、これ何してるかっていうと、ある意味展開の必算ですね。1マイナス5、19、マイナス30、36、 t4 乗、はい、こうなる方がね。で、さらに t ついてますから、これは t5 乗になるんですが、これって qt 次乗。はい、次 t4 乗になるけど、これ10マイナス 15t、t3 乗57。はい、こうなる。つまり、3か。3ですね。27t 次乗、21t、57の6、こうなります。3で割ると、こうなりますよ。じゃあ、あと t をもう戻しましょう。これは、ということで、答えとしてはこうなるんじゃないかなと。何度も言いますよ。パスラボの数学って、ただ答えを言うんじゃないんですよ。しっかりと一つの問題から無数の深掘りをしていきます。深掘りって何かっていう、ただの計算過程じゃなくて、こういったところね、考え方。これをもっと深くしたのが別解数学だし、体系化したのが全パターン解説であります。その全パターン解説を受けた上で、例えば整数とか、いろんなね、一問から無数の学びをしたい。もっと言うと、一つのね、もう隙間時間でサクッと学べるように、まあ、10分15分のような動画をしています。ただ、今回、せっかくなら二通りで解きませんか？もう一丁あるはずです。どうします？これ。今は、まあ、この形を作って、なんとかね、という風になりましたけれども、他に3乗目にするわけなかった。これが面白い方ですよ。面白い解法。まず3乗。3つありますけれども、この因数分解覚えてますか？この因数分解ですよ。今、3つの足し算ですよね。この形なんですよ。それに何を足せばいいかって、よくわかんない長いやつをかけると、こうなりました。3乗、3乗、3乗、そして最後3次式。今回、やってみませんか？一緒に。例えば、ここから考えると、A が 2t 次乗、B が t、そして c が5だとしましょう。こうすると、これ、ごちゃごちゃーって書きましたけれども、これをかけてあげると、何が起きるかっていうと、55の A3 乗足す B3 乗足す C3 乗引くこれ。つまり、この3乗は、はい、8t6 乗、t3 乗125、引く30の t3 乗。t3 乗が3ですよ。はい、見てください、これ上。上はもう数字になるわけ。で、下を何ですか？これどうですか？ちょっとやってみましょう。あ、ごめんなさい、嘘です。すいません。嘘です。これ何かっていうと、こっちの分布でしたね。すいません、すいません、すいません。55の方は、この青い部分が来るんでしたよね。ちょっと今回省略。で、さっき言ったように、下側はどうなるかっていうと、こうなる。つまり 8t の6乗 t3 乗5の3乗引く 30t の3乗、こうなる。分子は改めてこの部分ですよ。じゃあ、はい、分母これどうですか？これが、はい、72、これが3、これが125、そしてこれがマイナス90。計算しましょう。75足す125は正の200で110。はい、ここは110になった。はい、これ消えるわけですよ。何と2分の、あとはこの青い部分、青い部分、あとはもうこれちょっといろいろ計算してみてください。でも意外と簡単です。どうなるか、はい、やってみると 12t t 次乗だからマイナス 9t 次乗 7t 19かな、なりました。ってことはもうここと同じですね。瞬殺です。Enjoy。 こっちのやり方、解法2のやり方ってやっぱり有利化なんだけれども、3つだったらどうだったっけ、これ思いつかないよって人もいるかもしれないけれども、今今回聞いたら、あれ、もう一回数1の因数分解戻りたくなってやった人いませんか？これが数学の面白いところです。今まで習ったところがただ因数分解やれって出たらできるけど、今回因数分解って言われてないけれども、有利化ってことは結局因数分解のわけ、因数分解3乗、このパターンもあるけれども、なんでこれをやったかっていうと使えるかもですよ。
じゃあ自分で問題作れませんか。こうやって数学をぜひ得意になってください。高校1年生の時点、今はまだね、習ってる範囲少ないかもしれないけど、その中でも京大や東大解けるものがあります。その喜びをぜひ味わってください。それが僕は本当の地方とかの教育格差です是正になると思います。その殻を破るとか、可能性をね突き抜け、限界突破する、そういったことをぜひこれからもパスラボでやってみませんかと。ぜひ今後もちょっと数学をもっと得意にしたいとか、好きになりたい、そういう方はぜひチャンネル登録の方もお願いします。そして、こいつらを解けるシリーズ今後もね続きますので、ぜひよければチャンネル登録の方もお願いします。それでは、今回は以上になります。ぜひ友達に出してみてください。お疲れ様でした。またお会いしましょう。バイバイ。